町列車学。さあ、任務を始めよっか。ゆかり様を狙ったあの者たちを捕らえよ。絶対に逃がすな。はっ。ちょ、あれって何？どういうこと？見ての通りだと思う。あの十条日和っていう平城学館の子がゆかり様に襲いかかって、カナミはあの子を助けて一緒に逃げた。それ以上はわからないけど。何？つまり日本はカナミとあの黒髪ロングがグルっていうわけ？そんなわけないじゃん。カナミにはご当主様、ゆかり様を襲ったりする理由がない。行く。って、どこへ？嘘、ミホノちゃん、まさかエトーさんを追いかけるつもりなの？いけない、捕まる前に止めないと。追いついた。待って、ミホノちゃん、そんなことをしたらダメよ。ジーヌ、だってカナミを追いかけて話を聞かないと。だからって。そこの君たち、待ちなさい。会場内の生徒は今の場所から動くなと命令が出ているはずです。遅かった。警備の人、待てないよ。捕まるわけにはいかない。だからここは人為で突破する。もうミホノちゃん、待ってよって言ってるのに。逃げたら余計に話がややこしくなるのに。仕方がないわ、私も地位を。ごめん、チーネ。まだ捕まりたくない。カナミの真意を聞かなくちゃ。ミホノちゃん、そんなこと言ったって逃げ切れるわけないでしょ。あの子たちだって、私たちだって。おい、止まれと言っているんだ。止まらなければお前たちも反逆者として拘束するぞ。もう追いつかれた。さすがは折り紙家本邸の警護だけど、それでも、うん、話せばなる。ああ、もうどうにもならないわよ。
きましょう。反逆罪だぞ。あの、ごめんなさい。身内なんで本当許
バーで出撃するのかな。
それに、なせばなるんでしょ。それなら、こんなところで足を止めてないで、ここもさっさと突破しないと。ね。やっと追いついたんだぞ。おとなしく。残念ですけど、おとなしくなんてしませんよ。え？チーネ？いいでしょうか。 そもそも私たちは江藤かなみと十条日和の確保のため、こうして追っています。ならば、あなたたちが捕らえるべきは私たちではないのでは？確かに。いや、違う。それはへりくつだぞ。危うく騙されるところだったじゃないか。みんな、二人を捕まえろ。ああ、バレちゃいますよね、さすがに。 じゃあ仕方がないですよね。だったらここはみほのちゃんに習って正面突破かな。 作戦開始の時間だ。行くぞ。 気持ちよくぶっ潰させてくれよ。
先方、行きます。おい、よくやるんだね。愛してるぜ。そこが力、先手を打つよ。臨場します。タート、こんなものをやりました。まったくキリがない。僕にできることなら準備万端、いつでもいけるよ。準備万端、いつでもいけるよ。本気出しますか。どうすんだよ。時は来た。君の牙、すごい。ほらよ、わかったよ。愛してるぜ。この人たちで決める。する。
だぞ。日本語覚えた。本気になったジネーは怖い。さあ、みほのちゃん、急いで。わかった。開始の時間だ。行くぞ。どんな手で行こうかな。どうすんだよ。
算術で行くべきか。これでもっと面白くなるぜ。私から行くぜ。はい、行くわよ。そうだ、やりました。そこか。どんな手で行こうかな。どうすんだよ。何やりだね。ではどんな戦術で行くべきか。私から行くぜ。合わせる。行きます。こんなものをやりました。まったくキリがないわ。どんな手で行こうかな。どんな手で行こうかな。それでは行きましょう。どうすんだよ。取る気されてきか。犬の牙。すごい。助かったよ。愛してるぜ。そこか。まったくキリがない。オーケーだよ。準備万端。いつでも行けるよ。そろそろ本気出しますか。気持ちよくぶっ潰させてくれよ。気持ちよくぶっ潰させてくれよ。どうすんだよ。時は来た。一刀両断。レッツゴー。ありがとうございます。愛してるぜ。ここか。この人たちで決める。すごい、ガスガスしてきた。これで終わりだ。けど、みほのちゃんたちが引きつけてくれてたんだ。ごめんね、迷惑かけちゃったよね。茶番はもういい。私は行く。あ、待ちなさい。かなみさん、なんで邪魔をするの。あの子が行っちゃう。ごめん、追わせるわけにはいかない。あの子にはきっと理由があるんだって。なんか理由があるって、私はそう思うんだよ。私には見えちゃったんだ。見えた？
今は、あの子の後は追わせない。
からもう刃を収めて。お願いだよ美穂乃ちゃん、今は小ガラス丸の子中条さんを逃がしてあげてよ。わかった、いいよそれくらい。でもさ、だったらカナミは帰ってきてよ。できないよ。できないって、じゃあ何？私との再戦の約束はどうなるの？今がその再戦だなんて、そんなの絶対に嫌だから。わかってる、再戦の約束は守るよ、絶対。でも、ここでカナミが行っちゃったらそれも。あ、美穂乃ちゃん、江藤さん、中条さん、後ろ。え、体が、どうしてこの鎌倉の街中に。なんで小型の荒玉、これってさっき戦ったのと同じ。まさか打ち漏らしがあった。チーネ、カナミ、被害が出る前にあいつらここで倒さなくちゃ。うん、わかった。
かな。回収は回収班の人たちに任せないといけないから、私たちにできることはここまでね。ご苦労様。被害が出なくてよかった。手伝ってくれてありがとう、カナミと十条さん。二人のおかげでノロを回収できたよ。あれ、カナミ？もう行ったわよ。ごめんなさいって頭下げてたわ。荒玉のノロの回収に気を取られてる間に行っちゃったんだ。カナミ、なんで黙って。でもよかったんじゃない、ミホノちゃん。え、よかった？何が？これで江藤さん悪い人の仲間じゃないって分かったでしょ。荒玉退治も手伝ってくれたし、再戦の約束も忘れてないって言ってくれたじゃない。これなら彼女のこと信じてあげられるんじゃない？ジーネ、うん、うん、そうだね。じゃあ帰ろうか、みほのちゃん。江藤さんの考えてることも大体分かったし、あとはもう折り紙家の人たちに任せるしかないわ。うん、そうだね。私にできることはここまで。ここまでか。はあ、力不足を実感するな。仕方がないわ。江藤さんが十条さんの真意を確かめて帰ってくるのを私たちは待ちましょう。そうする。ありがとう、ジーネ。あ、そうそう。そういえば、みほのちゃん、
悪い癖健在みたいね。昔からだけど、すぐ集中力を切らしてふにゃふにゃになっちゃうところ。道場でもいつも叱られていたものね。最初はいつも調子がいいんだよね。どんな戦い方をすればいいのかとか分かっちゃったり、自分でも思いもかけない立ち筋がピーンとひらめいたり。でもいつも途中で息切れしちゃうっていうか、カナミとの準決勝でもそれまでは調子良かったっていうか、なんでだろう。おい君たち、ゆかり様に手を挙げた反逆者を追っている。どちらに逃げたかを知ってるか。お待ちなさい、マキさん。この子、先ほど私の部下たちを倒して逃げていったものですわ。本当ならただ捕獲するだけと言いたいところですが、それだけでは収まりがつきませんわね。ああ、そういうことなの。まずは痛い目に遭ってもらう。捕らえるのはそれからでもいい。まあ、君たちにはせいぜい抵抗してもらうとして、話は後でゆっくり聞かせてもらうよ。撤収する。
するのかな。開始の時間だ。行くぞ。どんな手で行こうかな。どうすんだよ。どんな手で行こうかな。それでは行きましょう。今取るべき最適か。これでもっと面白くなるぜ。私から行くぜ。臨場します。ちょっとやりました。見えている。行くぞ。先手を打つよ。合わせる。どんな手で行こうかな。気持ちよくぶっ潰させてくれよ。お似合いだね。さてさて、どうしましょう。今取るべき最適か。行くぞ。愛してるぜ。行くぞ。私から。ここは私も。タッ。こんなもの。どんな手で行こうかな。どんな手で行こうかな。気持ちよくぶっ潰させてくれよ。だね。それでは行きましょう。中華街を使います。エナジー100倍でレスキューありがとうございます。なんとなのだよ。私もほらよ。やりました。まだ次が来るよ。準備 OK だよ。準備万端。いつでも行けるよ。準備万端。いつでも行けるよ。そろそろ本気出しますか。どうすんのよ。時は来た。なぜかなる。これでもっと面白くなるぜ。行くぜ。聞かないよ。これはちょっとまずいかもね。この人たちで決める。これで終わりだ。遅くなりました。準備万端。
気持ちよくぶっ潰させてくれよ。簡単、いつでも行けるよ。まずいかもしれません。時は来た。失敗はしないのです。エナジー100%。レスキューありがとうございます。頼むぜ。臨場します。チャラい。そこがトウコ、やりました。歯向かった代償は支払っていただきますわ。この程度ですの？あいつの言うことを聞いとけよ。ここは私に任せて。救援感謝する。お待たせしました。厳しい戦いになりそうだね。もう遠慮すぎません、ね、私が何とかしなきゃ。判断を誤ったか。せい、いただき。意外となぜがなるでしょ。負けるのはあなた方ですわ。ミホノちゃん、二人ともこれで終わりだ。さてと、おさふねの瀬戸内知恵、さすがに君は腕が立つね。楽しませてもらったよ。だけど、もう一人は。お前はダメだ。点で弱すぎる。はじめこそ飛んだ強者が隠れていたものだってワクワクさせてもらったけれど、全くダメだ。あっという間の息切れ。最初に見せた技の際も鈍い。お前、その先端の折れたお刀みたいに、どこか欠けてるんじゃないのか。まあいい。どのみちこれで終わりだ。おいお前たち、この二人を連行しろ。はっ。なるほどな。午前試合当日にわざわざ直通の回線で上申と言うから、何かと思えばこういうことだったか。はい局長。もう10年以上も懸案事項になっている赤羽島関連の件につきまして、調査本部の設置と調査部隊の編成許可をいただきたく思いまして、赤羽島の存在について情報不足で足踏みを続け、我々人類は長らく後手に回り続けてきましたが、そろそろ型をつける時期かと。人類が後手に回り続けるか、面白いことを言うな。お前たち五家伝の見解では自然現象だということで意見の一致を見ているのではなかったか。これではまるで誰かの手が介在しているような物言いだぞ、おさふね学長。その可能性も考慮しているということだとお考えください。ただ海に沈んだお刀を核としてノロが集まり、その結果荒玉が発生する。メカニズムとしては妥当に見えますが、その実お刀が錆びる理由も赤羽島の荒玉が広範に発生する理由も現象をつなぐ過程に明確な説明を用意できていません。確かにただあることを受け入れるのも科学の形ですが、
それだけでは対処療法以上の対策を取り終わらせることも不可能です。なるほど、終わらせるか。いいだろう。長船学長にこの件は一任する。良い報告を期待しているぞ。なるほど、それで五家伝の混成部隊を編成したいと。もっともらしい理由をつけてはいるが、本音は別のところにありそうだな、マニワ学長。例えば今このタイミングでなければならない理由であるとか。小ガラス丸と千鳥の使い手による局長への襲撃ですか。まさか、偶然ですよ。まあいい、ともあれ我が校からもトジを派遣する。それから連府学長には私からそれとなく話を漏らしておこう。局長のお役に立てるのだと判断すれば、彼女は何を言わなくとも自分から首を突っ込んでくるはずだ。助かります。私から提案などしようものなら、なぜ貴様ごときがゆかり様の言葉を代弁するのかなんて食ってかかられるのが目に見えていますし、それはとても煩わしいですから。私が言ったとしても同じ反応だと思うが。とはいえ君から切り出すよりはマシなのも確かだろうな。それで美濃関と平城の学長には、二人は江藤かなみと十条日和の件で席を問われるため先ほど鎌倉入りしたとのことだが。ちょうどいいのでこちらから声をかけておきます。久々に二人の声を聞きたいというのもありますし。それではまた。ああ、綾野浩二武芸学者、高等部2年、キトラ・ミルヤです。入れ。失礼します。よく来たな、ミルヤ。要件は先に伝えた通り、赤羽島に関する調査。これに参加するため、すぐに鎌倉へと立ってもらう。現在の特別祭祀機動隊隊長の任を離れ、しばらくの間、学長直属として働くことになるが、問題ないな。は。そしてもう一つ。君には、この調査任務の中で、やってもらいたいことがある。お刀を探し、見つけ、持ち帰ること。そのお刀の名は、南無薬師瑠璃光如来影光。遥か昔、すでに失われたはずの一振りだ。